向かい道の方に行きたいと思います。お前らお腹は空いてるか、イエーイ、まだまだ食えとか、イエーイ、やばい、でも楽しみなんじゃ。私何気に夜市って、うん、あんまりちゃんと食べたことないんですよ。あ、本当、うん、なんで今回が初めてまともに夜市を。どれぐらいかかるんかな、ね、多分ね、10分かかんないです。本当、やばい、すぐ行くじゃん。どんな唐揚げかな。唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ。肉かな、胸肉かな。え？うん？え？え？はい、でも皆さん食べたい具材を入れていきます。え？はい、おすすめの具材ですが、まず、はい、1個入れたらあとは適量入れてくれるんで、どんどん入れていきます。はい、は？おすすめはこれ。はい、鶏は食った方がいいって言われてるな。鶏どれだろう。え、これどういうこと。え、唐揚げって鶏の唐揚げじゃなかったの。鶏どれだろう。普通の鶏。あれは鶏、あれは鶏か。野菜の唐揚げですか。いや、もうなんかとりあえず食べてみるかな。これがハットがこういうこと。これハットだよね。はあ、の心臓で、お見ときや、はい、あれは丸ごとなんかな。お、あれ丸ごと、はいはい。でブロッコリーは適量を入れたら持ってきてくれる。これが1人前。え、すごい通訳や今。お母さんの心の内を全部通訳してくれてる。何？あれはね、バジル。すごいやん。全然想像と違った。
やばいね。めっちゃ美味しいよね。うまっ、うまっ、うまっ、うまっ。次はバジルとね。どこに刺さってるかマジわかんないヤングコーンいただきます。え、うまっ、うますぎる、うますぎる。ヤングコーンめちゃくちゃ美味しい。めっちゃいいよね。もう乗りました。いただきます。お、うん、おいしい。すごいね、バジルってこんないいんだ。台湾バジルってさ、ちょっと普通のバジルと違うよね、香りが。なんかね、ちょっと香りが強いけど、ブロッコリーいいね、ナイスチョイスだね。ヤングコーンも最高にうまい。アッパイだからさ、他はあんま食べたことないんだよ。いっぱい取れた。そうしよう。いただきます。あ、これうまー。いい感じのスパイシーでもたくさんあるね。ブロッコリー入れた量さ、え、多くないと思うやんか。うん、なくなっちゃうんだよな。本当は病やわ、マジで病。うわ、え、もうないやん。美味しかったら踊る。これはうまいんだよ。やばいやばい、これはやばい。なんやて。あー欲しいです。わかる。ビール。飲めないけどわかる。いや、ビール絶対うまい味やもん。この塩気とスパイシーさが。ね、そうだね。最高。ラストイニング。あんま勇気が出なくてね。なんでこれを見た方はこの具材いいぞっていうのをコメントに書いてもらう。確かにこれ参考にするんで。なんか1回の量が多いからチャレンジするにも結構勇気がいるよね。そうなのよ。人数いればいいけどね。これはね、言ったらゴミ捨ててくれる。あ、ほんと。 OK、 よっしゃ、やったー、次な。消化はいっぱい持ってきたよ。やばい。意味わかった。わかるでしょ。めちゃくちゃ面白い。自分の限界を更新したよ。限界。リサコマジでめっちゃ行きそうやもん。